さて、英語スケッチングとはどういうものか、リスニングの理解をどう助けてくれるのか、これについて説明します。先ほどの例をもう一度見ていきましょう。話し手の A さんには話そうとしている情報がイラストにあるように頭の中に映像としてあるんですね。これを英語の音声でエンコードし、 I went to the bank to open a new account yesterday のように話します。聞き手の B さんは聞こえたこの音声をディコードし、内容を理解します。理解するとは、言い換えれば話し手の A さんが持っていたあのと同じような映像を聞き手の B さんが聞こえた音声をヒントに頭の中でスケッチしているということなんです。この自然なスケッチを私たちノンネイティブの英語の聞き取り練習に応用したのが英語スケッチングです。この練習では頭の中だけでなく実際にメモを取りながら紙面にスケッチします。このスケッチをするという行為と意識がマクロ処理を活性化させ、話の細部と同時に全体も見える、そういったリスニング力の養成を促進してくれます。スケッチングの際のメモは英語、カタカナ、日本語、記号など素早く書けて自分に分かるものであれば何でも構いません。繰り返し聞きながらスケッチを詳しくしていき、木も森もはっきりさせていきます。スケッチのポイントは Who、What、Where、When、 これに How と Why を加えて、いわゆる 5Ws and 1H ですが、まずは Who、What、Where、When、 これを流さずにメモすることです。次に How や Why の情報もメモに加え、さらに見えてきた関係などを線や矢印などで書き込むといいでしょう。いかがでしたか？この後実際に英語スケッチングをやってみます。皆さんの学習の参考にしてください。